もしやこのトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ、彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。お前の力によって形成されたものか。しかしジャクダ竜王、覚えているか。こうなったのは俺とお前の本意ではない。ザレ事を知れい。さっきよし、せーや、冒険だ冒険。ガンザン八九、いや、せ、隙あり。みんなを守るからね。くらえ。ほっ、はっ。壁立先陣、ふっ、は、隙あり。は、ふん、隙あり。さて、難攻不落、ふ、せ。みんながそばにいてくれ。西洋鍋。解策を知らず。無能。せ。貴様に、また我を裏切るというのか。そう思うのだ。それも致し方ない。いつの時も記憶を持つ者は真実という重みを背負う。この景色をた、盤石。やっ、せいやせいや、燃えろ。やせいせい、全力攻撃だ。天道、ここにあり。いや、難攻不落。千年の雪辱を晴らす。無駄だ。せ、やっ、さ、はっ、せ、すき、はっ。
牽制よ。はっ、疑似よ。ふっ、やっつ。ふっ、くだらん。ふっ、ガンザン八九。はっ、モラクスよ、我を滅ぼすというのか。ガンザン八九。かつて貴様に地下に封印された我が、よもや千年後もまた貴様に。宿命として受け取れ、ジャクダ竜王。宿命、宿命、宿命。それが神の器とでも言うのか。不要なものを滅ぼし、殺戮者を率いて荒野を蹂躙するのか。違う、貴様が忘れたのだ。この声、ジャクだ。え、クンジュ。久しいな、モラクス。貴様は一体。見ての通り、ジャクダ竜王だ。先の戦いの中、お前は力を全て俺たちに使った。仕方のないこと。これが我の持つ全てだ。真相を告げなかったのは悪かった、旅人よ。我もこの木の下に来てからはっきりと理解したのだ。正確には我は完全なジャクダ竜王ではなく、その一つの欠片に過ぎない。天地、陰陽、両義、我とそこの竜王をそのような存在だと思ってくれていい。我らは皆ジャクダ竜王の意志なのだ。ジャクダ竜王が二人も？ありえん。まさか貴様は。結界が緩み、貴様の力が外界で子供の形を形成した。貴様はそれを通して鎮圧された怨恨を訴えたが、人々が振り向くことはなかった。そこで貴様は封印が緩んだことを利用しようとした。甲府をさらってきたのも封印の中と外から同時に攻撃し、それを解こうとしたからだろう。ザレ事を。貴様が我の一部だというなら、なぜ裏切り者の側に立つ。我は封印が緩んだ時に覚醒したもう一つの力、個体になるほどの力は持たず、こうして人間に憑依するしかない。我の意識は混沌であった。自分が誰なのかも分からず、過去に関係があったことにしか反応しなかった。我の目的はただ一つ、モラクスを見つけ彼に貴様を止めさせること。人流石の一件で異変に気づいたが、もしお前の力がもう少し強ければ、
もっと早くに気づけていたはずだ。貴様のせいではない。我はとっくに変わり果てた。あの古代石碑に触れてやっと過去を思い出した。長かった。若い人間と年老いた竜が知り得ない秘密。モラックス、貴様から言うか。どちらでも構わない。お前が決めろ。相変わらずだな。では我が言おう。ジャクダ竜王はもともと元神モラクスの友であり戦友であった。寿命も人間をはるかに超えている。大地岩の記憶は長くは持たない。残留できるのは強烈な感情のみ。時が経つにつれ記憶は薄れる。摩耗こそがこの世界がそれに課した導火線なのだ。摩耗によってジャクダ竜王の思考は奪われ、旧友の面影も思い出せなくなった。かつて自身がリー・ユエコーを守っていたことも。竜王は暴虐を尽くし力を振るった。それは人間が我を支える地脈を荒らしたからだ。確かにそれは事実だ。だから貴様は双眼巨炎を攻撃し、モラクスとあの戦いを繰り広げた。当初領土を開拓し生産性を発展させるためにリー・ユエ人は鉱山で採掘を始めた。しかし過度な採掘は地脈振動を引き起こし我らを苦しめた。摩耗も我らをより獣のようにした。どれほどあがいても我らは人々と共存する力を失い続け、モラクスは自身の力を用いて我らの摩耗を食い止めようとしたが、それも無駄だった。だから我らは貴様となり、貴様の意志から我が生まれた。我は貴様の最後の契約、ジャクダ竜王とモラクスの契りを見届けるがいい。憤ろうとも構わないが、否定はするな。やめろ、やめろ。我こそはジャクダ竜王の善意の残滓、契約の意志を掲げ、未来のため人類と平和に共存することを願わん。断る。我はジャクダ竜王、元素結晶により生まれし者。大地の力と記憶を背負い、三界と共に年月を歩む。モラクスは虫けらではない。虫けらの神なんぞ。虫けらも同然。貴様は忘れたのだ。モラクスを最も認めているのは貴様であり我でもある。貴様が忘れたことも我の心に残っている。貴様が大地の記憶だというのなら、我は人間と共存する記憶だ。天道万象、三界家業。高知生成三女別用。おかしい。なんだこの感覚は。これは一体。貴様はとっくに枯れ果てた。我より先に消滅する。しかしその前にこれを貴様に授けよう。春になれば荒野に雪が降り一瞬で溶けゆく。それが束の間で貴様の心に痕跡を残せなくとも。違う。そんなもの宿命だとは認めない。宿命でなくともすでに定められたことなのだ。モラックス。あの女の子が完全に消えた。ジャクダ、もういいのか。自らけじめをつけたのだ。良くも悪くもない。モラックス、貴様今の名を勝利と言ったか。ああ。
やはり我はモラクスと呼んだ方がしっくりくる。好きに呼ぶといい。貴様が我に与えたもの忘れん。大したことではない。気にするな。目が見えるものにはわからんよ。盲目の竜が日の光を追い求める気持ちが。しかしモラクスがジャクダ竜王に目を授けたこと忘れはしない。そろそろ力が枯れ果てる。相変わらず察しがいいな。少し外を歩かないか。今やるべきは封印の外にいる甲府の救助ではないのか。そうだ。だからこそお前と外を歩き、お前が引き起こしたことへのけじめをつけたい。それもそうだ。よかろう。Thank you.